JR 西日本が芸備線の一部区間に対して再構築協議会の設置を国に求めたことについて、広島支社長はこの区間が地域に役立っていないとしました。 JR 西日本は今月、芸備線の一部区間の存廃を話し合う再構築協議会の設置を国に要請しました。対象は利用者の低迷が続く庄原市のビンゴ庄原駅から岡山県の備中神代駅までの区間です。広島支社長は今日の記者会見で、今の状態は地域の役に立てていないとし、地域に最適な公共交通を議論したいとしました。廃止を議論するのか、存続を議論するのかというよりも、やはりその地域においてふさわしい公共交通というものがどういったものが考えられるのか、協議会の中でぜひ議論させていただきたいというふうに思っているところでございます。 JR から要請を受けた国は、今後地元自治体に意見を聞いた上で協議会の設置を判断します。